疲れのところすみません、八神太郎選手に、お話を伺いたいと思います。おっす、シニア超重量級優勝おめでとうございます。ありがとうございます。何はともあれ今のお気持ちいかがですか。いやもう本当にあの3回戦ったんですけど皆さん全部強くてですね、もう本当よく優勝できたなと思います。おっす、今 の, なんかあのお話ぶりですと、もう1回戦2回戦そして決勝と、全部タフだったのかなという印象が受けますが、いやまあとりあえず本当相手が全部強かったものですから、とりあえずもうなんとか気持ちだけは負けないようにと思って頑張ってました。仙台東の門下生、竹山道場の門下生ということですね。あの竹山道場では、この大会に向けてどんな稽古を積んでこられましたか。まあ、とりあえずあの試合に参加する人、参加者につきましては、あの周り の, あの先輩方、またあの後輩の人たちとも手伝っていただいてですね、まあ、それであのかなりハードなトレーニングをやってきたり、あとまあ通常の練習でも皆さんと一緒にミットをやったり組打撃をやったりですね、本当にあの皆さんのおかげでここまで来れたと思います。はい、それではあの今後はどんな目標を今お持ちですか。そうですね、とりあえずやっと念願かなって、優勝できたんで今ちょっと何も考えてないんですけど、ただ一つあの少しでも強くなりたいという気持ちで、またこれからも精進していきたいと思っております。はい、おめでとうございます。優勝おめでとうございました。おっす、ありがとうございます。